ギラバンツ北九州2020年のギラバンツ北九州2020年のギラバンツ北九州ではギラバンツ北九州の2020年シーズン成績を衝述する小林真治体制2年目のシーズンであり4年ぶりの J2 リーグでの戦いとなったが第38節の徳島戦で J1 昇格を逃し2シーズン連続で J2 で戦うことが確定したチームスローガン アグレッシブチャレンジャー。新たな頂に向かって最終更新日。2020年12月20日。出展。結果最終更新は2020年12月20日の。試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3。直接対決の勝ち点4。直接対決の得失点差5。直接対決の得点数6。勝利数7、得点数。 1J1 リーグ昇格は J1 ライセンスを保有するクラブに限る。2J2 における年間順位の上位2クラブのうち J1 クラブライセンスの交付判定を受けられなかった J2 クラブがあった場合は当該 J2 クラブは J1 に昇格できない。この場合において J2 における年間順位3位以下の J2 クラブが J1 に昇格することはない。 3万2020年シーズン終了時点において、J2 リーグ戦が、リーグ戦成立要件を満たさなかった場合、J2 クラブの J1 への昇格は行わない。不死別成績表優勝、昇格2位、昇格3位最終更新日、2020年12月20日。出展、J リーグデータサイト開催時、A イコールアウェー、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け。 L イコール敗戦、W イコール勝利。ありがとうございます。